おいどんは西郷隆盛でごわすと、西郷さんのイメージが猛烈に強い鹿児島弁のごわす。ごわすはたびたび飛び出す鹿児島弁の象徴のようなワード。そんな鹿児島県には43もの市町村が存在するのだが、鹿児島弁ごわすを令和のこの時代に未だ現役で使っているごわすの聖地なんて存在するのか。天文館通りにいた薩摩隼人コンビに聞いてみると、鹿児島弁のごわすについて調べてるんですよ。ごわすについて、ごわす使わないっす。あ、いいっすか。使わないっすよ。あれは多分昔の人です。昔の人多分西郷丼のイメージが強いんで。西郷丼ですね。逆に西郷さん以外行ってる人見たことない。そもそもごわすってあれどういう意味なんですか。デスの丁寧語。あ、デスの丁寧語、はい、だから西郷でごわすっていうのは西郷です。ごわすって言ってる人いないですか。ない。 0% だね。本当にもう探してください。外国人が日本を見てちょんまげいるんじゃないのっていうぐらいレベル無理じゃん。見つけたら僕はあの1000円あげる。もうそれぐらいいない。本当に、うん、ごわすは死後です。死後？死後くらいじゃん。おじいちゃんおばあちゃんと聞いたことないですけどね。聞いたことないですよ。おいおい、聖地どころか使ってる県民すらいないじゃないか。しかし鹿児島弁が一番ひどすぎて日本語じゃないように聞こえる英町っていうところがあるんですけど、そんぐらい訛りがひどいんで、もしかしたらあるかな。鹿児島市に住んでても何言ってるか分かんないです。本当にここにいるよりは絶対にあると思って。ゼロじゃないよ。ゼロじゃない。そこで情報をもとに地図を確認してみると、薩摩半島の南側、南九州市のこの辺りが噂の英町らしい。ということで鹿児島市から車で1時間少々、南薩摩エリア最大の町南九州市へ。ここは日本一の生産量を誇るブランド茶、知覧茶を有し、日本地図の祖伊能忠敬に天下の絶景なりと言わしめた開聞岳を一望できる景勝地。果たしてこの地にごわすユーザーはいるのか。大根を干していたエイ夫婦に聞いてみると、どうだ、かんぼし大根のどれぐらいやってるんですか。昔はここで全部だ、みんななんで長寺全部だせ、我が家猪瀬め文字歌ったればよ、みんなもうだ、もう全部裸になって愛用会の昔してたら全楽は楽やと。ゲゲ、ほぼ理解不能。鹿児島市とは一線を画す桁違いの鹿児島弁。これはもしかすると、じゃあどんな何でかで、これをどこからでこんなんでわからんの、何でこんなんでわからんの。はい。その後もガラちゃえばガラちょっとこじゃなかっちっせ、何が面白いね、一回すっとこいやっちっせ。完全に外国、全く理解できず調査は難航を極めるばかり。めちゃくちゃわかんない。ここで県外にいたことがあるという農家さんを発見。鹿児島弁のごわすについて調べてるんですよ。ごわす、ごわすは、ね、ちこあんね、あら、こっちは英語でジャパニーズイングリッシュだから、ジャパニーズ、どういうことですか。日本の英語、日本の英語、何英語、英語じゃないよ、ごわすは言わないね、うん、言わないですか。英町あたりはかつて交通の便が悪く、陸の孤島と言われ強い薩摩弁が話されていた。また一説によると、江戸時代薩摩藩主島津家の命により近辺に密貿易の港があったとされ、琉球王国や中国、ヨーロッパの国々との交易の中、中国語やオランダ語などが入り混じった独特の方言に変化し、鹿児島県内でも通じにくい難解な英弁へと変わっていったのだという。もはやごわすは絶滅した言葉なのか。すると、こちらの県民からある情報が。ごわすはもう武家の人たちだから、あんまりいないと思う。あ、武家の人たち、うん、うん、ごわすは武家の言葉。ごわすはどういう人が使ってた言葉なんですか。武士よ。あ、武士、上には武家屋敷とかないもんね。あ、そうなんですね。武士の言葉との情報から、鶴丸城を有する本丸、鹿児島市へ戻り、再び調査。すると、
ゴワスに関する有力な手がかりが。ここ薩摩半島じゃないですか、うん、で大隅半島の反対側っすだから、こう、うん、鹿児島港あって、うん、反対側結構おじいちゃんたちはゴワスって言う人もいる。本当ですか？おっと、なんか僕が聞いた話ですけど、なんかその大隅半島の結構層とか、うん、そっちの方に行けばいるって聞いたことあります。そう、大隅半島の層。調べてみると鹿児島県でも東に位置する大隅半島、その中でも曽於市は半島の付け根、宮崎県との県境に位置する都市のようだが、そこで翌日桜島を挟んで東側、一縷の望みをかけて曽於市へ。ここ曽於市は人口3万3000人の町ながら、島津家の元武家の集落があった武士文化が今も色濃く残る町。果たしてゴワス使いは本当にここ曽於市にいるのか。どうだ、ゴワスって使います？まあ私の年代じゃ使わんな。あ、使わないですか？うん、もう私なんか上の連中は使うよ。あ、本当に？うん、ゴワス。なに、これはいよいよ聖地の匂いがしてきたぞ。ゴワスって言ってる人いるんですね。いるよ、いる、まあ、でも前からもうゴワスゴワスです。80歳以上の人たちはみんなそれゴワス。もう3つの町村にみんないるわけだからな、うんうん、3つの町村なんですか？大隅町、末吉町、宝部町でしょ。3つが一緒になったんだから。その3つだったらどこですか？末吉町。あ、末吉町。うん、末吉。情報によると武家文化が残っているのは曽於市の中でも末吉町あたりとのこと。とうとう我々は核心に近づいてきたのかもしれない。ここ末吉町がゴワスの聖地なのか。いざ末吉町巡礼。すると畑の木の上に人影発見。木の上に、あ、いたいた。そこからこれだったっけ？東京です。東京、はい。おお。柚子の剪定をしていた末吉ファーマーは。どういう町ですか、この西安市町って。ここら辺は、まあ、見た通りこれは農家なんですよ。ほとんど空き家になっていますが、まあ、中も完全に空き家が多いですよ。あ、しかしいくら話しても肝心のゴワスが全然出ない。諦めてインタビューを終えたその時、うん、ありがとうございました。これは番組のグッズなんですけど、よかったらもらってください。これは毎週木曜日の何でやるんですか？夜9時からやってるんですけど。9時からですね、はい。ああ、うん、どうぞもらってください。ああ、これまたほら、ありがとうごわす。仕事中にありがとうごわすって。で、出た。ここでまさかのごわす県民ついに発見。今ごわす来ました。まあ、こういう田舎の人たちは、うん、ありがとうごわしち、ありがとうございます。こういろいろ品物をもらったりなしたい、お菓子をもらったり、うん、食べ物をもらったりした時、ありがとうごわしちって言いますよ。本当ですか？続いて井戸端会議中の末吉マダムを発見。3月2日放送なんですけど、私、うん、誕生日。あ、本当に？3月2日誕生日なんですか？そう。あら、2日誕生日、それで83になるの。おめでとうございます。ありがとうございます。頭を見る。ゴワスの活用系ゴワスナもゲット。なあとかち、あとをつけたらほら優しい言葉になるわね。あ、優しいんですね。ありがとうって言うて終わるよりも、うん、あれがあがとがひなって言えば優しく聞こえないですか？お家の前にいたベテラン末吉シスターズにも聞いてみた。鹿児島って結構寒いんですね、思ってたより。そうね、特に今寒いのよ。こんな寒波来たことないのよ。あったかいと思って来ました。ゴワスか、イソギンゴワスか。ゴワスか。縁側で日向ぼっこをしていて、帰り際にさつまいもをくれた優しいお母さんは。ありがとうございました。ご苦労さがした。ご苦労さがした。別れの挨拶もゴワスだった。ゴワした。しかしなぜ鹿児島県でも曽於市の末吉町で今なおゴワスが使われているのか。鹿児島弁研究の著書を30冊以上出している鹿児島弁研究の第一人者
橋口さんに話を聞いた。ごわすというのは麓言葉といってですね、昔の薩摩藩時代の武士が使っていた言葉なんですね。江戸時代に薩摩藩主島津氏はですね、人をもって城となすという考えを打ち立てました。これを都城制度というんですけれど、県内102箇所に外城を設けて、そこに武士集団を住まわせて統治させた。その武家屋敷群をですね、麓と呼んでるんですね。その麓の中で武士が麓言葉というのを用いたんです。その代表的な言葉がごわすなんですね。鶴丸城があった鹿児島市周辺では一番麓言葉というのは多用されておったんですけれども、政治の中心地から新しい言葉がどんどん生まれて方言を使う機会が減っていってしまったと。そして西予市長はですね、非常に大きな麓がありまして、ここにたくさんの武士たちが移住してきて、ですから日常会話でありがとうごわす、あるいはありがとうごわしたなどが今なお多く使われている現状があります。ということで、鹿児島県総市の末吉町を鹿児島弁ゴワスの聖地に認定。ゴワスネイティブユーザーに記念の盾を贈呈すべく、平均年齢80オーバーのくろうと揃い、ゴイツカグラウンドゴルフ長寿会の新年会にお邪魔。鹿児島弁のゴワスの聖地を探そうって企画で東京から来てまして、鹿児島中で聞いたらもういないんじゃないって言ってたんですけど、いや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 、生きてるもんまだ。92歳最年長の薩摩シニアに盾を贈呈。鹿児島県総市末吉町をゴワスの聖地に認定します。おめでとうございます。嬉しい。映してみんな、すごい嬉しいです。ゴワスをもっと使えます。ありがとうございますってね。末吉町の皆さん、本当におめでとうゴワス。